適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。いい感じですね。適正な馬体重ですね。クエストを達成しました。期待できそうですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。今週何かご用でしょうか。いい感じですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。観衆の熱気が夜空へと吸い込まれているかのようであります。帝王賞のスタートです。帝王賞 2000m、 まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。カリブソングが先手を取ります。それから11番グレイド勝利、内を通りまして走る将軍、それから5番パラセール、そしてその後ろから10番オーケイミセイ、外を通って12番スルガスペイン、まもなく第1コーナー、それからもう1頭3番ドミシノコルンは、ダイハツギョンヌがその後ろ、カタノプリンセスはこの辺り、7番ドラールオンカン、その後ろ3馬身くらいあってマンジュデンカブソ、しんがりから成田ハヤブサであります。もう一度整理しておきましょう。グレイド勝利が先頭です。その内からはカリブソング、外を通りまして走る将軍、それから離されまして5番アナセール、ちょっとばらけてきました。外から1頭ドミシノコルンは、ポーケイミセイ、外を通ってスルガスペインです。内を通って4番ダイハツギョンヌ、第3コーナーに向かいます。12頭注目のカタノプリンセスと武豊騎手、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。そのうちにドラールオウタン、さあここ大井で帝王となるのはどの馬だ。
パタロプリンセス。直線の伸び足はどうか。先頭はカリブソング。走る将軍が3番手。外からはブレイド勝利。ブレイド勝利が抜け出した。パタロプリンセスが差を詰めてきた。先頭は11番ブレイド勝利。トミシノコルンダが3番手。トミシノコルンダ懸命に追う。先頭菅原と統計にせい。さあどうだ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 。トミシノコルンダか統計にせいか。これは際どい。戻ってきました。ご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭6番同心イニングにダッシュがつきません。後ろに置かれました。先頭に立つのは何か。カタノプリンセスが行く構え。9番ローリエランドで外から行こうというところ。1番カリブソング、その外7番ダッシュ不動、そしてもう1頭12番ビーチハウス、4番ツルマイナス。12頭が第2コーナーに向かいます。ダイハツギョンヌがその後ろ、その内からは2番エイシンライジン、外から1頭10番東証ヒューイ、5番ヒデノリード、それから足毛の馬体ダイハツソブリンであります。6番東進イーグル、これがしんがりであります。流れるようにです。大歓声が上がる札幌競馬場。大歓声が上がる札幌競馬場。
先頭行く。オレンジの帽子はローリエ&レ、パタノプリンセス。懸命に追う。3番手にパタノプリンセス。捉えるか。カリブソング。先頭安田とカリブソング。1着1番カリブソング、1番人気のパタノプリンセスが2着。戻ってきました。ご用でしょうか。期待できそうですね。いい仕上がりです。嬉しそうですね。気合十分ですね。嬉しそうですね。ご用でしょうか。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。
女王の杯をかけたサラブレッド牝馬の熱き戦い、エリザベス女王杯のスタートです。ゲートが開いた。10番ブライトムーン、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。先に行くのはどの馬なんでしょうか。6番エルカーサリバー先頭、そして内からは4番ベガ、それからもう1頭雪の美人、そして4番手に7番トーアナゴンであります。今日こそは勝利をものにしたい肩のプリンセスとエビナ騎手、それからスターバレリーナ、その後ろ3馬身くらいあって11番ダンスダンスダンス、そしてもう1頭9番ベストダンシング、1番黒い馬体ヤクモアサカゼ、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。外を通って12番モースフライト、その後ろでやりましょうか北斗ベガ、そしてしんがりからブライトムーンという展開です。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭は依然としてエルカーサリバー、これを追って4番ベガ、まもなく第3コーナー、そのうち雪の美人トーアナゴン、さあ気合はどうなんだ。8番肩のプリンセス、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。そのうちからはスターバレリーナ、そしてその後ろからダンスダンスダンス、そのうちにベストダンシング、この辺りちょっと離れているヤクモアサカゼ、そしてその外に12番モースフライト、それからもう1頭北斗ベガ、しんがりからブライトムーンであります。大歓声が上がる京都競馬場、大歓声が上がる京都競馬場、肩のプリンセスは4番手といったあたり、先頭はエルカーサリバー、先頭行くエルカーサリバー、いっぱいになった、捉えた、かわした、ベガ先頭は4番ベガ、ベガ先頭、先頭竹豊とベガ、外から1頭ノースフライト、2頭火花が散る、火花が散る、負けられない竹豊、譲れない河内ひろし、非常に際どくなりました。いい感じですね。